なんだあのじいさん。泣いてない？私は画家としてあるまじき罪を犯しました。世に言うその盗作を、私は我が国の美術界にも、そして左右にも。泣きすぎだろ。先ほど行われた斑目氏による緊急謝罪会見の模様をお伝えしました。斑目氏は盗作の事実を協会に申告した後、警察からの出頭要請に応じたとのことです。前テレビ出てなかった？斑目氏は教え子らへの虐待容疑に加え、無断で作品を自作と偽って発表していた疑いがあるほか、代表作さゆりに関する盗難被害の届けが詐欺目的の狂言だったとも疑われています。大物に持ち上がった大掛かりな違法行為に美術界では衝撃が走って、あのじいさん終わったね。市は会見後身柄を警察に移される予定でしたが、高齢を考慮され警察病院での聴取となる模様です。しかし簡易鑑定では精神に異常はなく、責任能力はあるとの見方を示しています。そんなジジイに優しくすることないのに。なんで自分からバラしたわけ？ありえなくね？また市の個展に怪盗団を名乗る何者かが不審な声明文を貼り出したとの情報があり、警察では容疑を特定しない形で関連を調べることにしています。怪盗？泥棒とじいさんの土下座となんか関係あんの？ああ、聞いたことある怪盗団、悪い心を盗むんだって。だから犯人自分から謝罪しちゃうって話。心盗むって何？できなくないそんなの。けど俺もなんかネットで見た気すんな。確か予告状だけはマジで出されたっぽいぜ。あなたのハートいただきます。見てな、マジでそんなやついたらすげえわ。神怪盗団ねえ。また怪盗団。Thank you.